一枚牛乳甘えずっドラドラ赤赤初統一、はい、沢崎親番です。ドラマウーピン南2曲に進んでおります。いや小林、今のはね千載一遇のチャンスでしたけれど、はい、見事なチート一決めからのねリーチでしたけど、はい、悔しい結果になります。おーおーおー、ドラドラ赤赤過剰に来てますね、ドラがドラが過剰にこんなに、いやまあいるっちゃいるけど3つで十分というかそうです ねドラドラ赤赤だともう2つつければ羽ワンなんですよね。初ドラドラ初ドラ4と初ドラ3は伊達に一緒なので、はい、さあ伊達3色完成できちゃいましたよ。できちゃいましたね。これ数値ピンチしてチー相談機とか、いやどうですか、どうすか、リーチ行きたくないですか、リーチ行きたいかどうすか、ピンク3色ドラ伊達ありさですよ。でももう4万点持ってるんですよ。最高スコア賞ですよ、ファイトクラブですよ。4万点持ってるから闇点で十分では、いやーどうでしょう。まあでもんすごいそうん激3色にこだわってますね。激3色イースーソードベタンを消したんですよ。そうですね、でイースーソー引いての3色崩れを嫌ったピンフドラ1ですけどね、はい、でしかも9番自分で捨ててるんですよ。そうです、激3色狙い3色確定させるにしても残した牌が9万っていうのがまた憎いですね。ただ9万がもう1枚今切られました、はい、じゃあ9万切りますか。おまだ残す、まあ、9万全員に通りそうというのはちょっとあるのかな。はい、そうかもしれません、まあ、小林選手には分かりませんけれど、まあ、比較的安全度高い、はい、いやただイースーソー嫌ったのは驚きましたね、うん、イースーソーべきピンクドラ1ですからね。初出た沢崎が動きます。いいタイミングできた、はい、初ドラドラ赤赤のイーシャンテン、スチーマンローキューピンです、うん、伊達選手は頭がないのでちょっと時間かかりそうなんで、はい、沢崎選手チャンス。そうですね、ローソーかになりますか。いやでもローソーちょっと危ない、いっときましょうかと。はい、登場も上がりを狙いたい形になってきました。はい、急いたい、これは痛い、これは痛いが、でも3色崩れるの嫌だったんですものね。そうですね、3色をとりあえず確定させたと、はい、登場イーシャンテンです。役なしのテンパイになったら、おー来た7番、はい、沢崎選手がテンパイです。初ドラドラ赤赤1万2000、高い高いです。スチーマは4枚持たれ、バニーは0ですか、泣いた、うん、小林が動きました。タンヤオですね、はい、現状関羽相待ちの役なしテンパイですが、うん、タンヤオ変化を狙っているでしょう、うん、こちらもタンヤオ、イーは危ないんですよね、イースワンかなり、かといってローピンパーピンも通ってない、じゃあタンヤオで、じゃあタンヤオで自身の手配の価値を高めていきます、うん、沢崎には1万2000のテンパイが入っている。沢崎選手急走勘とかしますか。目立ちたくないんじゃないですか。そうですか、うん、1個取ったら1万8000になるんですけど、ああでもどうです、もう目立ってるからやっちゃおうかなどうしようかな、どうするんでしょうね、うん、小林選手からいずれ急走出そうですよ。大民間、大民間はあるけど、でも基本的に自分が高くて相手は安いと思うんですよ、自分ドラいっぱい持ってるんで、はい、それを相手高くさせないんじゃないですかね、うん、そうか、なるほど、はい、いや沢崎選手がどう選択するかも見ものです。急走はね、泣かなかったです。あ今ちょうど出ました、喋っててその瞬間だけ見てませんでした、はい、失礼しました、しれっと出たのにね、うん、いやそして東条選手もなんかいい形になってきた。そうでしたね、チーピンを引き入れて、うん、高くなりそうです。そして小林、急走は切ったんですが対応に変化したわけではなかったんですね、はい、いや多分スッチはいっぱいあるんですよね、はい、まだ山4ですか、うん、沢崎の上がりが濃厚でしょうか。全員イーシャンテンではあるんですけどちょっと苦しい感じ、まあ、東条選手がいいか、はい、うん、これもやっぱり役なし、これは経験取ってもう順目も順目なんでと。なるほど、来た、バーピンリーチ
キューピンにはしないでしょうね。キューピンに紛れだし、はい、枚数的にもウッパーピンで、うん、ウッパーピンの方がタイヤをもつくピンチかな。トップ取りたいですもんね。ハイテンションマージャンならリーチ。どうする？目を細めて考えている。表情はちょっとハイテンション感あんまりない。テンション下がってる感じありますね。ローピンパーピンは危ないよねと。うん、まあ、でもキルは切る、キルは切ると思う。キルは切ってダマ点なら上がり率が高まるのかどうかっていうところを考えてますか。あとキューピン待ちもいい待ちだなっていうのもよぎってるかもしれないですね。キューピン待ちでリーチするもあるか。打点はでもウーピンツも跳ねまんなんでウーパピンにしたいですよね、はい、いやでもなんか竹を触ってる。竹を触るは檻ですか。そうですね、だってなんか右の方を触ってますよね。そうですね、ローピンもキューパーピンもいけないと。竹にいる手は竹ソーズパーピンを切ってのリーチだ。さあ登場6球ピン待ちのリーチとなりました。これゼロだ、あらららら。でもねウッパーピンも1だったんですよ。はい、だからどっちにしてもきつかったんですね、はい、これは止まる。ここで伊達がイーシャンテンを崩しました、はい。さああとは沢崎のスチーワン待ちがどうなるのか。登場がつかむようなことがあったら大変だ。そうですね、残り3巡。ちょっと一個情報が、小林選手、はい、安全牌ない。あら、キューピン統一持ってるんですよ。はい、キューピンが出ることがあるかもしれない。でもこれチーピン通されたんで沢崎押してる。これでスーピンがちょっと切りやすくなりましたね、うん、中筋になりました、はい。先ほどまで小林から9ピンが出る未来がちょっとあったスッチーマン。沢崎の上がり牌が1枚減った。これはスーピンでしょう。関数ピンがあり得るけど、あ、関数ピン嫌がった。スーピン切りませんでしたね。あ、スーワン、そして強烈、うん、12000。初ドラドラ赤赤12000点。登場から沢崎へ。いや、登場リーチ迷っていただけに、そうですね、ちょっとグッときますね心に。